今俺がこうやって楽しく過ごすことができるのって小林さんのおかげなんだよな。ありがとう小林さん。なになに、突然大げさな。いや、改めて思うんだよね。だからこそマジ恋の誰も死なせたくないっていうか、死なせない。うん、最高を超えた最高のハッピーエンドを目指そう。俺ちょっと思ったんだけど、リーゼロッテのツンの裏が分かるようになってきたというか、あのツンが癖になってきたというか、最近可愛く見えるんだよね。おお、ついに遠藤くんもリゼタンのツンデレ可愛いの良さが分かってきたのかい。分かってきたのかもしれません、師匠。その息その息。